はい、それではオブジェクトをシーンに加えて、オブジェクトを編集していきたいと思います。まずは、プリミティブオブジェクトをシーンの中に加えていきます。プリミティブオブジェクトは、このキューブのマークからパレットを開いて、好きなプリミティブオブジェクトを選択します。今回は、そうですね、キューブを加えます。で、プリミティブオブジェクトが今シーンの中に入ったわけですけど、これですね、オブジェクトマネージャーの中にキューブが加わりました。で、アトリビュートマネージャー、ここにはですね、このキューブの性質が記載されています。一辺が200センチですね。で、セグメントの数が1、例えばですね、この数字をいじるとこう形を変えられるわけですね。で、今セグメントの数が1ずつなんですけど、ディスプレイモードをラインに変えて、で、ここの数字を変えてあげると分割数が変わります。で、基本的には今のこの状態ではポリゴンとか、エッジだとか、ポイントをいじることはできないので、このプリミティブオブジェクトから、メイクエディタブル、ここを選択して編集可能なオブジェクトにします。この状態で今、オブジェクトは編集可能になりました。で、ここでオブジェクトを編集する際に、必要なツールについてご紹介します。そのツールはですね、移動変形ツールと呼ばれるもので、今ここに矢印が見えてると思うんですけど、このツールのことです。例えば、キーボードの R を押すと、この移動変形ツールは回転ツールに変わります。こういう感じですね。こういう感じで作動します。コマンドと Z で、Undo、 元の状態に戻します。で、例えば今度はキーボードの T を押すと、今度はサイズ変更のツールが出てきます。こういう感じで作動しますね。また、コマンドと Z で Undo して元の状態に戻します。で、キーボードの E を押すと移動のツールになります。こうしたツールは基本的なもので、よくポリゴンの編集には用いられます。で、もう一つポリゴンの編集に、不可欠なツールがあります。ここになるんですけど、ポイントモード、エッジモード、ポリゴンモード、この3つのモードがあります。例えばここにポイントモードがあるんですけど、ここのポイントモードを選択すると、ポイント1個1個のポイントを選択できるようになります。例えばこのポイントを動かしてみたりとか、また別のポイントを選択して動かしてみたりとか、こうやって一つ一つのポイントの位置をうまく調整していって欲しい形にしていくんですね。例えばエッジを選択することもできます。エッジを選択してこう動かしていくと、こちらポリゴンですね。ポリゴンを選択してこういう感じですね。はい。ですね、そしてあとは、そうですね、このセレクションツール、ここですね、今この、そうだ、アローというか、矢印の書いたセレクションツールを今使ってますけど、こうしたこのセレクションツールは、こういう一個一個選択するとか、あとシフトを押しながら複数選択するとか、とにかく選択したいエッジを一つ一つクリックしながら選択していくんですけど、こういう時に使うものですね。あと別のモードとしてレクタングルセレクションなんていうのもあります。これはざっくりこの辺、この辺りのポ
ポイントを選択とか、あとざっくりこの辺りのエッジを選択とか、ざっくりこう、ポリゴン選択とか、こういうやり方をするものです。ただこのツールを使うときには一つちょっと注意しておかなきゃならないことがありまして、このツールを選択したときに、まあどこの、まあこの選択でもいいんですけど、ですね、こここれビジブルオンリーかどうかを聞いてるんですけど、どういう意味かというと、今この今見えてるあのポリゴンのみを選択するかどうか聞いてるんですね。例えばここチェック入れると、今見えてるポリゴンだけを選択することができます。まあちょっと具体的にやってみると、例えばこれざっくり選択して、このオブジェクトが全部含まれるように書きますね。そうするとこう裏側、カメラから見て見えなかった裏側のポリゴンは選択されないんです。ただここのチェックを外しておくと、ちょうどカメラから見えない部分のポリゴンもきちんと選択されるようになります。まあこのあたりは気をつけてやってみてください。ね、これビジブルオンリーを外しておけば、カメラから見えない位置のポリゴンも選択できますけど、これをつけておくとカメラから見えない位置の、ポリゴンは選択されませんの で、これはこちら側 あのライブ選択でも同じモードがあります。例えばこれですね、これ選択してビジブルオンリーですね、ここチェックを外してると多分裏側のポイントも選択されちゃう、されないですね。まあちょっと注意してみてください。ですね、あとはそうですね、ポリゴンの、何でしょうね、このモードがあるんですけど、今ノーマルって選択のモードがノーマルになってるんですが、これがね、ソフトセレクションっていうものを選ぶこともやることもできます。例えばですけど、こう例えばノーマルの方からいきましょうかね。ノーマルの動きっていうのは選択をするとこの1点だけに影響を与えるんですね。選択した点のみをいじることができる、座標を変えることができるんですけど、こっちのソフトセレクションっていうものを選択するとある一定の減衰に従って他の点にも影響するんですね。こんな感じで、まあ、何かこう有機的な形のこうカクカクしてないようなですね、滑らかな形のオブジェクトを作るときに非常に有効なツールですね。